いわきの美味しいものを紹介するチャンネル、いわき防衛隊のチャンネルです。本日は上田駅からすぐ近く、いわき市上田、ダイニングキッチンルーさんのご紹介です。店主の方が自ら市場に赴きまして、その時一番美味しい食材を仕入れて料理を作ってくださいます。なので、いつも同じメニューがあるとは限りません。また、その時の食材の状態に合わせて一番美味しいものを出してくださいますので、本当に美味しい料理がいただけます。またね、店主の方もとっても面白い方でいろいろ教えてくださいましたので、そちらもみんなで見ていきたいなというふうに思います。フルーツを合わせたカルパッチョなんてね、初めて食べたのでね、その感想なども皆さん見ていただきたいと思います。また動画の最後に楽しいイベントの情報もありますので、最後までぜひご覧ください。はい、今日は上田駅から歩っていきました。約5分といったところでしょうか。ホテル緑というところのこの路地を入っていくと、お店が見えます。明るい時のお店はこんな感じになっております。今日は夜に来ました。この夜のね、看板もね、かっこいいですよね。お店の名前に月って入ってるので、夜に入るんじゃないかなというふうに思います。とってもね、お料理が美味しいらしいので、とても楽しみです。外観はこのような感じになっております。ではお邪魔します。お店の内装はこんな感じです。僕が来た時には他のお客様もいましたので、ちょっと撮れないところがありました。結構広いです。でですね、お店の中にはサインがたくさんありまして、有名な方も来ているようです。これカンニング竹山さんのサインですかね、左のね。なんかね、会ってみたいなーなんて思います。たくさん有名な方、グループ魂って書いてますね。有名な方来ておりますし、メディアでも紹介されておりますので、ぜひとも来ていただきたいなというふうに思います。また、こちらカウンターの席がありまして、店長さんとね、お話ししながらご飯楽しむこともできますので、ぜひとも、こちらに来てください。お仕事中ではありましたが、どんなお店かコンセプトを聞いてみました。お食事の食材に対する思いなども聞かせていただきました。食材って7年中今あるじゃないですか。小さいもでも、きちんとした旬とかなんかそういうのあって、よく最近外国も食べるんですけど、野菜とか食材にとって走りっていうのがですね。はい。で、すぐできて青い食材。はい。で旬があって来年また食べようねっていうので名残っていうのがあるんですよね。この3つを時期に合わせてちゃんとこうやっていきたいなと思って。だからその時の出会いなんで、無理してまで作らないようにしてます。ないものはないってもう言い切るようにしてます。落としてきた味ですけど、はい。これはナコトです。ナコトな味。なので、はい。カルパッチョって1種類で食べるだけじゃないですか。はい。それを3つの食べ方でカルパッチョを出してますね。へー、ありがとうございます。そして出していただいたカルパッチョです。左側がトマトとガーリックのソース、中央が自家製バジルソースに梨を添えられております。で、そして右側が和風のなめろうにオリーブオイルをかけております。まずは左側の、トマトとガーリックのソースのものをいただいてみたいと思います。味がね、すごい新鮮で、魚の味がすごくいいんですけども、それにトマトとガーリックのソースってすごく合うんですね。これはね、なんで車で来ちゃったんだ、お酒飲みたいなっていう味でございました。で、真ん中の自家製バジルソースに梨を添えて出していただいたものです。この梨のカットもね、綺麗にしてあって可愛らしいですね。ちょっとこういうの嬉しくなっちゃいます。せっかく添えられておりますので、アジとフルーツの梨を一緒に食べてみたいなというふうに思います。ちょっと味ね、想像つかなかったんですけども、バジルソースと梨の香りって意外と合うんですね。で、お魚に一緒に乗せて食べることによって、こう、風味がね、すごく爽やかで美味しかったです。こんな食べ方あるんだなって思いながら、最後ですね、和風のなめろうに、オリーブオイルがかけてあります。これはどんな味かなって思ったら、こう安心する味ではあるんですけども、オリーブオイルがすごくいい引き立て役になっておりました。とっても美味しかったです。もうこういう、もうプルプルしてるんです。すごいプルプルしますね。片栗粉も何も入れてないんです。タイの骨とアラだけです。ちょっと今スープを出すんです。これはもう常磐もね、取れるんですよ。こんなでかいうまそうなの取れるんですか。うまそうなのが。こういうのに入ってると。ありがとうございます。そして早速スープをいただきました。タイの上品な香りがすごく上がってくるんですね。もちろんカニの香りもするんですけど、タイのこういい香りがして、飲んだ時のこの濃厚さ、ね、画像でも僕うまって言ってますけど、もう何て言っていいか分かんないくらい美味しいし、こう染み込むわーっていうような味だったんですよね。これまた飲みたいなーって本当に思います。このスープをいただきながら、お魚のカルパッチョをいただきましたね。とっても美味しかったですね。本当にね、車でさえ来なければお酒を合わして、ゆっくり飲んで電車で帰るっていうのが一番いいですね。駅から近いですし。ね。そしてこのカルパッチョもですね、なんかこう3種類それぞれ個性が効いたのを出してくれて、もうなんかコーツつけがたいんですね。やっぱインパクトで言ったらこう、梨の香りがするのがね、とても良かったんですけども、全部ね、魚の味をいろんな方面から出してくれて本当に美味しかったですね。店長さんと喋ってすごく楽しそうですけども、こういう時間もね、ものすごく楽しいんじゃないかなと思いますので、ぜひとも皆さん来た時はですね、カウンターに座って店長さんと喋りながらお食事を楽しんでみてください。とっても楽しかったです。このルーキーズっていうステッカーはどんな人たちがこう使ってるのかなっていうの、ルーキーズは、一応キッチンカー、はい、で、私が主になって若手が頑張るっていうのでルーキーズで、一応私らのキッチンカーは地場産を使って、子供たちとかみんなに地場のものを食べてもらうっていうのでメニューを作ってます。ありがとうございます。はい、上田町にある、地場産使って、仕入れをやってます。一期一会っていう料理やってますので、ぜひ意外の味を求めに来てください。いかがだったでしょうか。上田にありますルーさん、地場産のものを使ってその日しか出会えないような料理を楽しませてくださいます。ぜひとも皆さん来てみてください。僕もステッカーをいただきました。ありがとうございます。そして、このルーキーズを皆さんがやっているイベントが今度9月23日に開催するようです。なんと昼も夜もやっております。これ左右でそれぞれ違うイベントなんですけども、続きでやっております。10時から2時までがキッチンカーもあるし、青空の方ですね。そして5時から8時までが、ナイトダイニングバーということでやっております。なんとこちらのイベントで僕もパフォーマンスさせていただけるようなので、ちょっと時間を調整して、お知らせしたいなというふうに思いますので、ぜひとも皆さん見に来てください。ルーさんどうだったでしょうか。ぜひともね、皆さん一度来てみたくなるような楽しいお店で、店長さんもね、格好は強そうなんですけど、とっても優しそうで面白い方なので、ぜひとも皆さんお食事を楽しみに来てみてください。ここまで動画見てくださった皆様、本当にありがとうございます。上田のルーさんにも、9月23日のイベント、昼も夜も、ぜひとも来てみてください。ここまではいわき防衛隊の横田でした。またねー。